写真拡大。眼頭病中の日本ハムの元監督で野球評論家の大島康則氏68が15日 TBS 系爆報ザ・フライデーに出演し、都内に建設した自宅地上2階地下1階の欠陥が明らかになり、放送前には自身のブログを更新、今ドキドキしています。落ち着きません。笑み。皆様にあらかじめお伝えしておきますが、以前住んでいた家、衝撃的なものが見えてしまうかもと記し、番組では1993年に購入したマイホームの床が腐った脱衣場や多数の雨漏り跡などの欠陥を公開。建物代約5000万円の一軒家は購入直後から寒さがきつく、トイレやエアコンから水漏れが起こるなど、工務店に発注した図面とも違う作りになっている点もあり、いくつもの不具合があったという。その後、天井が落ちる大きな事故も起き、大島が業者に依頼して調査に乗り出すと、耐震性や断熱材が一部欠落しているなど多数の欠陥箇所が発見され、工務店を訴え、裁判に発展した。4年にも及んだ裁判の中、2016年10月に大島氏のステージ4の大腸がんが発見された。大島氏はブログで、治療に専念するために、その自宅については取り壊し、大島氏も雅人に家を託す。頼むよ、と語りかけていた。